はい、こんにちは。こんにちは。動画見ていただきありがとうございます。ありがとうございます。今日は何ですか。新しいオプションパーツが見てるみたいなので、それをプロ直しつけて。そうですか。そもそもあの大会不甲斐ないのに、何車を何保険するんですか。言われと言うんだったらやりますけど、やりますか。はい、でね、今回つけるんだこの部品なんですよ。この分かりづらいでしょ、この形。ちなみにこういう感じでタグに入って品番が 202BB で売ってます。まあ、これをね、詳しくこれ見ても多分分かりにくい部品だと思いますんで、これをつけながら詳しく説明しながらやっていこうと思います。はい、ではこの部品をつけていこうと思います。はい、じゃあこんな感じでつけていきます。私ができるとこないんですか。ない最後復旧してもらうぐらいじゃないですか。そしたら復旧か。はい、いや、これね、結構ね、難しくはないんですけど、ちょっと説明をするために結構フロント周りをバラしたいんですよ。そのままつけるんだったらついちゃうんですけど、部品の結構下の方に部品、その部品つくんで説明しづらいんですよね。なので、はい、これ今激しくバラしたんですけど、はい、何の部品かというと、ここの取り付け位置ありますね。この取り付け位置を、ここのポスト自体を前に持ってくる部品になります。はい、ノーマルがこの位置でポストになるんですよ。ここでポストでウィンウィンウィンって動きます。で、これをつけることによって、見て、ここの穴が前に移動するんですよね。これがノーマル位置。そう。はい、これがノーマル位置。大体ね。で、これが新しくつける部品。で、ここの穴を利用してつけるんで、この取り付け位置が、ほら、前に行ってない？これが、羅列でまっすぐで穴が開いてるんで、この穴一部、こっち側に前に行くんですよね、ワイパーが。で、これなんでこうしたいかっていうと、ワイパーを前にした方がアッカー版でこっち側の切れる時が揃いやすいんですよ、この車。なんで、より一層、これワイパーの車なんで、パラレルになるところとパラレルにならない場所っていうんですかね、がワイパーって結構出ちゃうんですけど、それをできるだけワイパーの位置を前に移動してパラレルになってるところを増やすために位置をずらしたいんですよね。それなんで、ここが調整できるように今回新しくオプションとして出したんですよ。で、このオプションを装着したいがために、実は今回のだからこの RD2.0 って車は穴が実はここにいっぱい穴が開いてるんですけど、今後、例えばですけど、今のところちょっと考えてるのは、今後これの角度が入ってるやつとかを、ブロックとして作るだけなんで、いろいろやっていこうかなと。あと、数字もこれだけじゃなくて違う数字だったりとか、これが2ミリずらしなんですけど、1.5ミリずれてるんですけど、それを例えば1ミリずらしとか 0.5 ずらしとかでいろいろできるように、この辺は穴を今回の車開けておいたんで、はい、で、今回は今現状で出てるオプションは、これだけなんですけど、この前方にワイパーを前にするよっていうこのオプションを今日はつけていって、走りがどうなったかっていうのを、じゃあいろいろやってもらいましょう。はい、これがつけた感じがこんな感じです。ここからあとはこの状態になれば、あとは普通についてたものを付け替えてじゃない、復旧していくだけなんで、はい、はい、復旧も済んだらしいので、やっていこうと思います。で、今回ステアリングのところが変わったんで、
その悪化マンってやつが変わるんで、ここでもう一回再調整をして走らせてみようと思います。はい、まあこんな感じでね、タイロットをいじって、あと最後に、絶対やってもらわなくちゃならないのはジャイロのエンドポイントですね。はい、ジャイロのエンドポイントが多分ずれるんで、はい、もう一回このエンドポイント調整をして、はい、こんな感じです。はい、こんな感じでできたんで、じゃあやってみたいと思います。どうでしたか？コースが新しくなって走らなきゃいけないところが内側になったんですけど、はい、スピンせずに、はい、回れるようになった気がします。そうですね。ちょっとは分かってきましたね、最近ね。あ、よかったです。はい、その通りです。結局最後のアッカーマンも揃いやすくなるんですよ、実は。こっち側の 外側のタイヤの切れ方も大きくなるんで、結構あれをつけることによって角度がすごく耐えられやすい方向に行って、で、今回はエントリーグラスの基準が今回はイングリップになるんで、そうするとどん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 円がちっちゃくなってきます。で、円がちっちゃくなるにつれて、もちろん要求されるというか走らなくちゃならない角度が強くなっちゃう。その時にやっぱスピンのしづらい車の方がやっぱりリスクもそんな低いし、操縦しやすいという風になるんで、まあ最後の最後でどうしてもスピンしちゃうよとかっていう方とかには、あの部品は絶対的に結構おすすめの部品なんで、ぜひ、はい、皆さんも使ってみて、いろいろやってみてくださいね。はい、